ご乗車ありがとうございます。この電車は急行南栗橋行きです。次は西新井、西新井に停まります。お客様にお願いします。皆さんはお互いに譲り合ってください。私は息がありますね。今日は3月の金曜日から3月になっている第2週、あれや、8は金曜だから10日かな、8月10日ですね。あれは3月10日、この人が3点聞いたね。2024年だね。桜が咲いております。春の訪れですね。こういうのどかな風景の中で自転車が乗りたくなってしまって、新手駅ね、新手駅、幸せの手のこれ新手駅から、中川の近くまで来たら桜が咲いておりました。中川ですね。ため息かな。なんか、あの土手の横にはですね、中川という川が流れているんですよね。雪がかぶったね、山が見えですよ。あ、なんていう山かわかんないですけどね。富士山は向こうの方だと思うんだよね。ちょっと分かんないけどね。日本の原爆の原因がありますね。小さい人の問題とか、このなんか、お散歩としたら、大根がなってますね。中川ですね。橋を渡ると向こうは久喜市でございます。向こうに移っている高架の、線路は東北新幹線ですね。多分ね。
富士山だと思うんだよな。なんか方角的にねちょっと分かんないんだけど、多分ね富士山だと思います。中川です。中川はね、中川をたどって遡ってね、東北新幹線の橋の下まで来ましたね。向こうから来ました。ずっと行くとね、 JR の東北本線の線路があって、こうやって行くとね、羽生の方に向かっていきますね。まあちょっとだけたどってみようかなと思ってますけどね。ちょっと雪が残っております。ビニールハウス街でございます。菜の花が満開、川に残ってます。花見といえば団子でしょう。東部のね、鷲宮駅でございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく東武動物公園です。お電車は左側です。
当線、バス停、停車所、新都市方面ご利用の客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。この電車は地下鉄半蔵門線、東急田園都市電車通、急行、中央インラインです。東武動物公園の次はバスターミナルとなります。途中の姫宮、北春日部には止まりません。各駅停車43分発中目黒行きとなります。姫宮、北春日部とその先の陣の場に竹下とお越しのお客様、反対側2番線43分発中目黒行き停車中目黒行きの列車をご利用ください。東武動物公園でございます。沿いの際はお足元にお気をつけください。ドアから離れてお待ちください。ホームと列車の間が空いておりますので、ご注意ください。